王将地区は、兵庫県甘ヶ崎市の南西部、旧向郡王将村に属する地区の名称である。西立花町、向川町、道井町、ストクイン、横川町、浜田町、王将北、大島、王将中通り、王将西町、稲葉元町、稲葉荘、中浜町、元浜町などが含まれる。江戸時代には、甘崎藩領に含まれ、今北、西大島、 東大島、浜田、東日田、西日田、同意日田、中浜神殿、又、ま、米神殿の旧村に分かれていた。明治に入ると、旧村は西日田組、古町役場の管轄地域とされ、1889年の町村制成,成立とともに王将村となった。1942年に王将村は天ヶ崎市と合併した。向川旧国道より、 阪神本線を望む。臨海部上に阪神高速湾岸線、右手に甘ヶ崎の森中央緑地前述の通り市内の西南部に位置し、内陸部は西側が向こう側、東側は横側に挟まれ、南側は大阪湾に面した埋め立て地となっている。全域がほぼ平地となっているが、臨海部においては工場の地下水組み上げによる地盤沈下が原因で、 海面よりも低いゼロメートル地帯となったため、傍聴堤と拷門による浸水対策が取られている。また傍聴堤建設以降に埋め立てられた地域では、地盤が他より高くなっている場所もある。西大島交差点国道2号と似たから線が交差する。天ヶ崎南警察署西文庁舎、王将地区海間魚釣り公園南の口公園、須佐野の神社。 泣き立か木地が坂伝説地奥の民家が立ち並ぶ辺りにあったとされる。ありがとうございます。